渡辺正文と申します。ベロイン&ザ・ハートブレイカーズというブランドをやっています。カリフォルニアのブランドでクレーっていうブランドなんですけど、もともとはアフタースケート、スケートとかサーフィンした後に履くブランドとして出てきました。エコロジカルなところをずいぶん昔から歌っており、リサイクルのポリエステル使ったりとか、オーガニックなレザーを使ったりとか、いち早くサステナブルっていうところに気づき、そこに対してアプローチをかけてる、スニーカーブランド、ブラッドリーっていう、もう結構定番のシンプルなあのデザイン、まあこういったなんか色使いとか大きな、ね、スニーカーブランドにはあんまりないようなこうカラーリングかなっていうふうに思っていて、自分もなんかすごくあの好きなブランドの一つです。アディダスのクラスター、アディダスのまあ名作と言われているキャンパスとライブリーっていう違うモデルをこう合わせたモデルというか、クラスターっていうモデル名のシューズですね。ディセンドにとってコラボの仕方がすごく秀逸で、あんまりこう変えないっていうか、オリジナルの良さみたいなものをこう残しつつ、ちょっとした色使いとかでインラインにはない趣を作る、さすがなんか西山くん のセンスだなっていうようなところで、まあ、通常なんかコラボレーションというと結構ガンって変えることが多いのかな、まあ、それが別に悪いとは思わないんですけど、それはそれですごく、ね、あのコラボレーションっぽいし別注っぽいんですけど、ちょっとしたところだけがなかったよねってところに目を向けて変えていく素晴らしさみたいなのが、西山さん のブランドコラボには見られて、すごく毎回楽しみにしてます。エアウォークエニグマ、これもアメリカのブランドなんですけど、90年代で日本でも結構爆発的に売れて、いろんなところで売られてたというか、ここ最近復刻して、この復刻にはすごく心をときめいた。自分が今履いてる、バンズのボルトっていうラインなんですけど、ゴリゴリのスケートシューズというよりかは少しファッション的要素が強いラインになります。本物のバンダナを、まあ、実際に使ってキャンバスに貼り込み、クレイジーパターンを作ったオールドスクールになります。ソールの裏がの色が黄色と赤と違ったりとか、自分が好きな東京とカリフォルニアのカルチャーを合体させたようなコラボレーションのスニーカーになります。マジャーのものもすごい好きなんですけど、インディペンデントな香りのするスニーカーブランドに結構着目してる気がしています。自分のお店のデイズも1年1歳を迎えることになって、まだまだね状況は良くないですけど、なんとか1年続いて、ホッとしてるっていうところですかね。まあそんな中でいろんなイベントを仕込んではいるんで、これから、ね、皆さんが外に出るようになったら、ぜひお店の方には足を運んでいただけると嬉しいなって思います。